さんどうも DT タイムズへようこそ。今日も低い声で頑張っていきたいと思います。はい、今日はですね、秋田県の宇陀市にある、はい、そう、鬼あるね、生ハゲ館に来ております。何も知らずに来てます。さあどういう反応をするのかお楽しみにしててください。でもここと鬼で走ってた。怖い。ねえ、あ、鬼いる。こっちもいる。こっち、あ、出てきて。入り口からじじと一緒に鬼を見に行って。うわ、触ったらあかんよ。鬼だ。怖いね。怖くないんでしょ。怖くないんでしょ。こちらや。先生つなぐ。いいよ。怖いから。怖いの。怖くないよ。怖くないでしょ。怖いから。いっぱいいるから。ちょっと怖い。あ、いい。パパ。うお、うわ、鬼がいっぱい。反対も見て。こっちもいっぱい。あ、見て、うん、鬼の形。鬼の形してるね。怖、うわ、怖、怖、いっぱい。これ動くかもよ。怖いよ。あ、形だった。うん、すごい、すごいね。行ってみよう。あっち行く。まだ、うん、お菓子もいっぱいあるね。行く、行こっか。じゃあそれでは生ハゲ館の体験の方に行きたいと思います。見に行ってもらうよ。まあやっぱり秋田って大自然の中、大自然がすごいよね。好きだわ。で、まあ、今から子供たちには泣いてもらうわけですが、まあその後はしっかりと水族館の方に行くので、そちらもまた別の動画にしたいと思います。では生揚げ体験の方に行きましょう。うん、今から鬼に会いに行きますって。はい、はい、すいません。じゃチケットは、チケットは、はい、はい、ありがとう。うわー、ほら、サミアットは口が怖い。いい匂い。木だよ、木。かっこいいね、昔のお家。じゃあ、皆さん、仕事お願いしますね。怖い。いや、大丈夫だよ。怖い。おほ。まず怖い。緊張してるの。緊張してるの。怖い、パパ。お兄ちゃん、写真撮って。お兄写真撮ってきて。分かった、写真撮ってきたろ。お兄だぞ。お兄だぞ、しない。お兄様なんで。ご説明をさせていただきたいと思います。ナマハゲの言葉の由来ですが、男鹿地方にナモミという言葉があります。いろりの火に当たっていると手や足に赤い火型のようなものがついてきます。それをナモミと言います。ナモミは休んでばかりいる怠け者さんによくつきますので、そのナモミを剥いで懲らしめり、ナモミを剥ぐ、ナモミハギと名まってナマハゲになったといいます。生ハゲは大晦日の晩に行われています。
ここ新山地域では3人1組になって歩きます。なまはげが2人、先立ちを予告して歩く人が1人です。はじめに先立ちの人が、なまはげが来たけども入ってもいいですかと聞きます。その年、お産や不幸があった家にはなまはげは入られない風習となっておりますので、あらかじめ先立ちの人が確認をいたします。なまはげさんが入ってきますが、最初に7回四股を踏んでから家に入ります。大きな声で怠け者はいないか、泣く子はいないかと言って家の中を探し回ります。家の館はお酒お膳を出して振る舞います。なまはげはここで5回四股を踏んでからお膳につきます。その後、親方となまはげさんとの問答が行われます。その年の作柄についてや家族のことなどをいろいろお話をします。で、先ほど女性の解説にもあった通り、今日はなまはげさんの来る日、12月31日大晦日の夕方で、外は吹雪いていて寒いという設定になっています。まもなくなまはげさん入ってきますけども、うちの家族は普段の行いが悪くて、なまはげさんに怒られるもんですから隠れて出てきません。そんな家族を守る私と、すべてお見通しななまはげさんとのやっとり、なまはげ問答をごゆっくりとお楽しみください。で、まもなく、おばんです。はい、なまはげ回ってきたとも上がってもいいですか。先立ちさん上がってきていいですか。はい、おめでとうございます。いや、先立ちさん、この空いてるところ呼び奇跡ですな。お山の雪の方は何とだったですか。だすな、今年の方は雪が好きやすき、お山の中は2メートルも積もってだすな。先立ちさん、大泣きしたすな。じゃあ今、生上さんどこまで来てるですか。今は隣さっきらとも、隣の子、親の言うことくさりとて、生ハゲにしこったのやらやたすもんな。そんなもの、隣の家から沢の子行きつけたものな。だどもその子も食いだれは、親の言うことくさて、生ハゲと約束してやったようだから、大守りをすれば、親方のうちだったして。はい、出すか。では、先立ちさん、こっちに行って、僕黙ってきますか。はい、どうも。Yeah.
酒、なまはげさんから飲んでもらうとって、アクスタコナズで作った酒なさ。おお、どうりでんめどもた。いい酒だな。いっぺんの時にですか。濃いんだが、隣の家の酒よりも、ずっとうめの。なんと。なまはげさんの褒められたってば、あれがねことださ。いい酒だ。ところで、おやつ。はい。酒玉は大したよく出てきたとこ。今年の作柄は当たったもんであった。あ、これ。去年、なまはげさんから払ってもらったおかげで、カーブの畑も大豊作になったさ。あれ、見てて。来年も豊作になるようね。来るかも。ずっと見てるよ。払ってもらえばいいんですか。だと思うな。怠けてればいい酒や、サブが取らへん。あ、もっともですな。お来年だが、家族のみんなで一生懸命頑張ってるさ。今、来年もまだ大豊作まずまいねえな。あれがいいことだす。それから、あさまの姿見にと思う。あさま元気だな。あ、お来の88になるばあさん、去年ほれ、なまはげさんから来年来るまで元気でいれよと。あの一言で現地にせらんだと思う。今日はなんだか疲れだとかって、今すまだ休んだとこでさ、元気にするさ。バサマは元気だね。はい。だろうな。バサマもいい年だからな。家のもの、みんなで大切さでばったらだろ。はい。お来年なら家族みんなでちゃんと面倒見てるさ。次のはいいことだ。はい、酒積んで飲ませるって約束を覚えてるべ。はい、今からそのあてめでもこの中だも誰もいねえ。どうさえたんだこれ。なまはげさんとの約束だば、わしのなまはげさんに帰らんばあるんで、今すまだ出かけたものな。孫は孫で今までこうせいだったんだけど、どうせったかな。自分の家政って勉強でもしてるべか。そういったもの、そこら辺さ、かけてみるかな。かけるよ。どこ見てもいねえよ。なまはげが伝わって、人間、かけれるっていうことは、普段ちゃんとやってねえってことでねえか。大丈夫。おらへんの嫁だば、狩猟はいいす、働き者だとて、この辺でだば。なんとさえ。おぉいずろはどこさかぶ。頑張れよ。はい、ありがとうございます。おーおーおーどんどん騒いだー。しっかりやってるか。おーやってる。さあ、大丈夫だわ。お母さんもな。おー、頑張れよ。はい、はい。おー、いい子だな。大丈夫だな。はい、もう怖がらねえだろ。いい子だな、子だな。違うね、またみだと。はい。おー、いいよ。長ない元気だ。それもよ。カウンボーさんも、隣のイスローの息子も出てこねえ。ああ、いいな。来年来るまでちゃんと直せるはずで。帰れたお酒にもダメだな。今年なんとか豊作のうちでごめんさけるさ。はい。豊作のうち、乗れたろ。はい。おやじ。はい。まだ文字でごまかしたな。今年だけださ。今年はごめんしてると思う。来年はそういうね。はい。次からな、孫と嫁、言うこと聞かねえかったら、あの新参の山さんがって、丁寧
マハゲはお山に帰ります。今日の皆さん方のことはすっかりと払っておいたからの、来年いずれ病気気がしないように元気でいれよ。はい、はい、また来るぞ。はい、ごめんねよ。バイバイしてるの。そのひよった？ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました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 。ひろとわら見して。怖かった？怖かった？怖くなかった。怖くなかった？怖くなかった。うん。よいしょ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、実際にですね、子供を連れてナマハゲ体験をしてきたわけですが、予想外に、泣いたりしてなかったので頼もしいですね、うちの子は僕に、ね。ということで、このまま僕は男鹿半島大好きなんですが、男鹿半島をね、ちょっと回っていきたいと思います。じゃあね、 See you next time. バイバイ。